いけません。あなたまでこのような体になってしまいます。わかりました。二人でビラメールへ向かいましょう。今の私にどれだけのことができるかわかりませんが、せめてあなたのそばにいさせてください。もしそうであれば、この魔法を残した歌方の魔女を、私は責める気になれません。愛する人と何があっても離れたくない。そばにいてほしいという気持ちがわかるだけです。私は、愛を失う恐ろしさを、痛いほど理解できますから。顔を上げてください。少なくとも私があなたを責めることはありえませんよ。構いません。
あなたは生涯拭えない罪を抱えた私ですら受け入れてくださったですから、たとえあなたがこの先私に何を思い何を及ぼしても、あなたがそうしてくれたように私もあなたのすべてを愛するだけです。伝わっているでしょうか、あなたからの愛をこの身に受けられることは喜びでしかないと。こんなことを伝えると戸惑わせてしまうかもしれませんが、あなたからの深い愛を知って、それが目に見える形で現れたのなら、嬉しくて仕方がないのです。あなたからこんなにも愛を注いでいただけた証、これ以上にないほど私は満たされています。地上にいた時と変わらずに私をめでていただけませんか。あなたから愛された結果が今のこの姿なのですから、私は愛されることを恐れません。どんな時も離れないと、そう思い合っている私たちには不要なものだったようですから、構いません。あなたは生涯拭えない罪を抱えた私ですら受け入れてくださったですから、たとえあなたがこの先私に何を思い何を及ぼしても、あなたがそうしてくれたように私もあなたのすべてを愛するだけです。
あなたと思い合えているのなら、海に隔てられることなどさじに過ぎません。どんな時もそばにいる。あなたのその言葉だけでこんなにも心が安らぎます。どこまでもお供します。あなたのいる場所こそが私の咲くべき場所ですから。あなたが注いでくれた思いに必ず応えてみせます。あなたに心配していただける、それもまた愛されているからこその幸せですね。あなたが注いでくれた思いに必ず応えてみせます。あなたが注いでくれた思いに必ず応えてみせます。王子様たちとの思い出たくさん作りましょう。あなたからの深い愛を知って、それが目に見える形で現れたのなら嬉しくて仕方がないのです。